ボルバーアクションの訓練でも触れましたが、キャンセルとは技の終わり際の隙を省略して続けざまに次の行動へ移ることを指します。つまりリボルバーアクションは通常技後の隙を次の通常技でキャンセルしているということになりますね。今回はその必殺技版になるキャンセル必殺技に挑戦してみよう。これは通常技後の隙を次に出す必殺技でキャンセルするテクニックだよ。通常技を相手にヒットまたはガードさせた時に必殺技のコマンド入力を完成させれば OK。 うまくいけば通常技から必殺技へ流れるようにコンボを決められるんだ。言葉で説明するより体感していただいた方が早いかもしれません。早速立ち B、立ち C、ヘルズファングのコンボを実践してみましょう。立ち B、立ち C のリボルバーアクションを相手に連続ヒットさせ、立ち C がヒットしている間にヘルズファングのコマンド入力をしてみてください。コツはあらかじめヘルズファングのレバー入力を済ませておくことだよ。立ち C が当たる前にレバー下、後ろ斜め下、後ろを入力しておいて、立ち C が当たったら A ボタンを押してみて。アクション。立ち B、立ち C をタタンと流れるように入力してみよう。立ち C を入力したらあらかじめレバー下、後ろ斜め下、後ろを入力し、立ち C がヒットしたあたりで A を推進したよ。マジで雑魚だ。ういやつ。どう？初めての人にはちょっと難しいかもしれないけど、コンボが決まると気持ちいいでしょ。まずは簡単なコンボでいいから、とにかく通常技、キャンセル、必殺技の流れに慣れていこうね。慣れてきたら通常技からキャンセルする必殺技を状況に応じて使い分けることを意識してみましょう。例えば立ち B、立ち C というリボルバーアクションを相手に仕掛けた場合、攻撃がヒットしたらそこからヘルズファングをつなげてコンボを継続させ、攻撃がガードされたらデッドスパイクを使って再び攻め直すといった使い分けができると、対戦をより優位に進められますよ。